カカ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 カ2020年4月の5日でしたね、はい、今日はわざわざありがとうございます、はい、福岡の占い師の相澤さんの紹介でね、太陽美術館に来いということで、来ていただいてね、ちょっとあの子供が来ましたからびっくりしましたねあの、まあ、この白いねあの絵ですけど、ホワイトサンと言いまして、これが、まあ僕の代表作なんですけど、これを見て何か感じませんか？大宇宙、大宇宙、大宇宙、渦を巻いているようなこのエネルギーを感じます、はい、これはね、あの要するに僕が幽体離脱しましたね。手術台に乗ってね、あの胆石で胆のうを取った時にマスクされて、ふわーっと上がっていって、そしたらもう螺旋階段がうわーっと立って、自分の、まあ、肉体がここにあって、で上にうわーっと上がっていったわけですよ。そうしましたら、なんとですね、真っ白い光が、ものすごい輝いた光があって、その周りに自分の絵が全部置いてあったんですよ。で、僕は絵を描いてないんです。上から神さんから来たものを取って、置いているだけやということが分かったんですよ。ここでこれはこの白い太陽を描かなければいけないということで、ここは兜山 の, あの中腹にあるね、観音寺というところがあるんですよ、はい、空海の愛人やった真内御前が住んでたところなんですけど、空海と5年間その場所で描いた絵なんですよ、はい、それが、まあ、真っ白い太陽ですね。で僕はこれを見てると浄化されるような感じで、なんかあの滝に打たれたような感じになって、でど真ん中に白い光があって、はい、この奥は何やろうなと、これがずっとですね、これを描いてからのテーマで、奥に何かあるんじゃないかということで、ずっと歩いてましたら最終的に、はい、まあ、宇宙の創造主阿弥陀如来主に出会ったんですよ、うん、うん、これはもう真内神社というところがあってね、はい、あの阿波の橋立の近くに、その真内神社の近くに泊まった時に神様がブワッと降りてきてやね、僕の前に立ったんですよ。で3時間問答してね、涙がブワッと出てきて、お前の前世教えたろいう話から、そこから神を見てね、で真内神社からですね、自分の前世から全部分かったんですよ。でもう自分の前世は大国主やね、もともと大国主神社で全部奉納してて、ほんでもうちっちゃい時からこうやって手上げて、ね、わはは言ってるんですよ、はい、この格好まさに大国主でね、僕はどこ行ってもこれしてたわけ。あすごいシンプルな、そうなんです、ね、それから大国主神社に100箇所奉納してるんですよ。だからもう完全に大国主から分かって、でそれからその前の時は円空というね、はい、空海の一番弟子で木彫りをしてやね、あの彫り物を彫って生木をボンボン彫ってる人やね、この円空氏やね。でその前は実はですね、なんでここに来たかというたら、はい、毛利の武将の中で毛利清元という人が、清元というね、清らかに元と書くんですけど、はい、その人がお父さんで、ここで生まれてね、で息子で生まれてきたんですよ。毛利秀元というのは僕の前世なんよ。でこの方が、まあ、豊臣秀吉に、まあ、慕われて、豊臣秀吉を秀を持って毛利秀元なんですよ。でその人が実は関ヶ原の合戦で負けて、はい、実は徳川家康の方に行って、徳川家康と仲が良かって、それで76歳まで生きてね、お茶会をするわけですよ、はい、ほんで自分の生まれたところに帰ってきたのがここなんですよ。そのことで矢掛けなんですね。そうなんです。関ヶ原の合戦で負けたことがものすごい後悔があるんですよ。小早川という男が裏切ったためにね、冷やしに行ったと、だから小早川というのはものすごい恨み持ってんねん岡山やね、これが。そうですね、だから小早川がもう悔しくてしゃあないわけよ。あのままやったら400年西やから、それが東に行ったということがもう後悔があるわけや。で矢掛城を復活させたということで城をどんどん書いていって、最後矢掛城を僕は備中神楽の伝道とね、はい、それから太陽の子供たちの太陽の絵を飾るというのが僕の夢なんですよ。それをぶち上げて、まあ、来年は60、今年、まあ、59で60になるんです、はい、で、まあ、1月17日生まれなんですよ、はい、
ということは阪神大震災に生まれてるんですよ。そうですね。その時がで1月17日に5時46分が生まれてるわけ、僕は。あ、まさにその時間揺れた時ですね。ほんで僕は神さんから言われて、お前に試したと、阪神大震災を、だからなんとかせい言うて、あの西宮恵比寿から、はい、ずーっとね、平安時代は大国主西神社の土地だった、はい、おざら大国主西は東も南も北もない、大国主西ない、という国取りした大西神社で僕の名前ない。ほんで平安時代のことを全部復活させてきた、あの神社で西宮神社の船行いうのも400年ぶりに復活させたり、それを尼崎から宇原町まで全部復活させて絵を収めてきたんや。ほんでそれが全部終わって24年間、それでスペインは西でしょ、西まで行って、でバルセロナのところでサンパー病院に奉納して、領事館に奉納して、こう帰ってきた。大きく西に幸せを収めるというのが僕の本名で、それで神が芸名なんで、二人言うのは神様と二人で行けということで、だから西は僕が守るいうことでここへ来たわけよ。ああ西を守る、西を守る、そうなんだ。それでこっちが西日本大豪雨があったわけや、あれここへ来て1年やから。ほんで僕はここで夜影の太陽、夜影太陽祭という祭りを始めて3回やったわけや、無料でみんなの園芸を、ここでそれで復活させたで、町長から末永に来た人が思うたわけや、でそうやって復活させていくわけや。ほんでもう今度はコロナ、ついに来たよコロナが。で僕はもうずーっと言うてたよ、これもう30年間言いっぱなしや、このまま人間おかしいと、元に戻らなあかんって、どうして戻るんかということが、このコロナによって全て自分の思う通りになったね。まさかこういうのがね、来るとは思ってないや。そうですね。ね、自分の中を見つめなあかんと、経済じゃないと、資本主義社会も終わるんやと、これからは魂の時代やと、神の時代に来たと、神こそコロナやっていうことを思ったんや。これでもずっとメッセージが送られてくるからね、ここおったら誰も会えへん1週間に1人か2人しか会えへんこんなとこないやろ、ね、ないやんか。ほんなら神と向き合ってる毎日、神社今日2回行って祝詞をあげてこうやって来るわけや、はい、これで瞑想してやる、はい、これでどんどん降りてくる、それをメッセージするだけなで、 YouTube があるからやね、はい、これはどんどんメッセージできるわけですよ。これはもう自分の仕事ですよ、ほんまのことを伝えようと。これからもう世の中が変わるから、もう宗教も政治も、ね、医学も全部崩壊や、全て鎖国状態、自分の内面を見つめるしかない。で見つめて最後には鏡があると、でその鏡を開いて神さんと貫通するしかないわけや、うん、そしてそれを見つめて自分が何をするべきか、天命は何か、天職は何か、それが自分で分かるときや、ね、あかんもんは切っていくと、もうこれ天国と地獄は真っ二つだ。家でじーっと自分のことを考えれる人は天国に行くし、自分のことを考えられへんで不安になる、恐怖になるだけや。もうこの真っ二つで、恐怖になる人は地獄、ね、自分を見つめて今日は楽しかった、生きててよかったと思う人は天国、これ二つしかないや。これが来たんや、本当の二極化が、二極化、ここに閻魔大王がおって、お前は地獄に行け、天国に行け、これから分かる。まさに閻魔大王、要するに地蔵菩薩の時代や、天と地分けられるんや。生きてて、生きてるうちに、生きてるうちに闇はなくなる。これからはもう水商売もできへんしやな、ね、三密はあかんやろ、そんな人どうやって生活すんの夜の街はあかんがな、ね、闇が全部なくなる、全部表に変わる時代、偉い時代が来ましたね。まさに神の時代が来ました。魂の低いやつら全部落ちていくから、もう命の次に大事なお金を持てる人が全部落ちていくから、これから命のために魂を磨くとか神のを知るとかいう人しか残らへん。56億7000万年で、まあ、年で釈迦が
亡くなって亡くなられて、弥勒菩薩様が現れるまでの間がその56億7千万年。弥勒菩薩が現れる56億7千万年すごい時代だけど、やっとコロナや56億7千万でコロナ、コロナ来ましたね、とうとう。さあこれからブツブツ交換の時代が始まりました、ね、縄文時代復活や、貨幣が終わりました、うわっ